こちら、コミネ・ヨウコさんです。フランスの R. F. P. 通信の記者さんです。ヨウコは笑顔で。おめでとうございます。と握手をした。欧米人がコンサートの後に言う。コングラチュレーションズだとか。フェリシタシオンだとかを直訳したような響きがあった。日本的な甘い感じのない薄化粧で。名前は洋子だが。 顔立ちからすると混血かもしれない。アンコールのブラームス、とても好きな曲なんです。編曲、素晴らしかったです。マキノは目を見開いて喜びをあらわにした。アランフェスではなくその曲を挙げたのは彼女が初めてで、しかもそれは彼自身が今晩唯一満足できた演奏だった。 ありがとうございます。なかなか一人で弾くのは骨が折れる曲ですけど本当にうっとりしました。と彼女はあまり大げさな笑顔を作らずに胸に手を当てた低く響く声それも性質というより発声の仕方のせいでどこか 遠いい場所に連れれれれてててて行っっくるるよようううな、な。そそ促さと手を引か牧野は女才なくダンスにでも誘うように腕を差し伸べると「実は舞台の上からお誘いしてたんです」と笑った陽子は彼のそうしたほとんど軽薄にさえ見える態度を意外に感じた様子だった。 気をつけてくださいよ陽子さん牧野さんゲイじゃなくてモテるのにこの年まで独身って人ですから押して知るべしですとコレナガは言ったまた人聞きの悪いことこコレナガさんそんなこと思ってたんですかみんな言ってますよでも残念でした陽子さんピアンセがいますから。 大学時代の同級生で牧野さんとは全然タイプの違う経済学者さんアメリカ人。牧野はうっかり美術品に触れようとして注意でもされたように手を引っ込め「それは残念しかしその最後のアメリカ人っていうのは何なんですか?」と言いながら彼女の左手に目をやった薬指にプラチナのリングがのぞいていた。 陽子はその屈託のないやり取りの中で自分を野暮だと感じたらしく「グールドのピアノがずっと好きでしたけどこれからは牧野さんのギターを聴くことにします」とまた表情を和らげたあれは名盤ですから僕も大好きです聴いちゃうとあれやっぱりピアノの方がいいかなと思いますよきっとあっちはしばらく聴かないでください <laughs> 冗談です。僕とは比較にならない大天才ですけど一つだけ共通点もあるんですよ何でしょう寒がりあーそれもちょっとあるかなコンサートが嫌いなんですよ僕はは、なぜかそれを軽く受け流すようにそれじゃあ今日は立派に野蛮な儀式に耐えてみせたんですね。 彼の目を数秒間見つめた。